何がだよ。どうしたひまり。なんだよそんなに驚いて。そんなとこに突っ立ってないで入ってこいって。どうせまた教科書忘れて借りに来たんだろ。お前はほんと昔っからドジだからな。あれ違うのか。じゃあ笑われるって何のことだよ。そうか。まあなんか話したくなったらいつでも話しに来いよな。私たちは幼なじみなんだから遠慮すんなよ。ん？なあ今日のひまりなんかやっぱりおかしいぞ。ははー、もしかしてあれか、桜の木の話。お前と何年幼なじみやってると思ってんだよ。あれだろ、どう瀬田先輩を誘うかとかそんなこと考えてたんだろ。え？違うのか。それじゃあ何を考えてたんだろう。じゃあさ誰を誘うかもう決めたのか。ああまあな、まだ誰とか決めてるわけじゃないけどさ。ただこれだけは言えるひまり。安心しろよ、お前だけは絶対にないからさ。なあおいひまり、ちょっと待ってくれ。実は一つ頼みがあるんだ。そういうんじゃなくて今度さ、よかったら私と一緒に桜を。そのなんだ、あ、そうラーメンでも一緒に作らないか。いいだろ別に。なんか急にひまりとラーメン作りたくなったんだよ。でどうなんだ、私と作ってくれるのか。桜餅？お前もういるのか、一緒に行く相手。別にそれはいいけど。いやひまりと一緒に桜を見るなんて物好きなやつもいるもんだなって思ってさ。いいよいいよ、細かいことは言わなくても。私もそこまで野暮じゃないしさ。こうなったら最高の桜餅作ろうな。よひまり、お邪魔するな。お、準備万端って感じだな。っていうか張り切りすぎじゃないか。ああ、材料は買ってきたぜ。私とラーメン作るんだもさ。なんだよ、ラーメンでも桜餅でも一緒に作るのには変わらないだろう。それともそんなに手作りの桜餅を食べさせたい相手がいるのか。そういう相手の一人や二人いるよな。ごめんな、変な詮索してさ。よし、桜餅作ろうぜ。バカだな、ラーメン作ろうなんて冗談に決まってるだろ。これくらいしないと面白くないだろ。幼なじみなんだしさ。任せな。ああ、悪い、粉ひっくり返しちまった。ごめんなひまり。サンキュー。なあ、このあんこの鍋、なんかやけに香ばしい香りがしないか。とりあえず止めといたからな。あ、なんかメッセージ来た。ああ、クラスの女子からだな。私と伝説の桜の木が見たいってさ。どうだろうな。まあ後で何かしら返事しとくよ。ひまり、あとこれって桜の葉っぱを巻くだけでいいんだよな。へえ、結構よくできたんじゃないか。あとは味がどうなってるかだな。どれ一つつまみ食いっと。うん、うん、うまいな。ひまりも食ってみろよ。初めてにしては私ら頑張ったんじゃないか。よかったな。あとは本番でひまりがいつものドジをやらかさないかだけだな。ああ、まあ後でな。そこ、私の縄張りなんだけど。いいわよ、別に。どうせ年に数回来る程度だし。王は特に最低な費用。中庭には絶対近づかない。こんなところに突っ立ってて、あなたも私と同じ中庭で騒いでる連中に混ざりたくないってことは。何よそれ。中庭にたむろしているやつらよりよっぽどたちが悪いわ。あなた、一体その人と何のために一緒にいるの？うまく言えないとか、それはただ逃げてるだけね。本気で向き合えないのなら、そんな関係やめてしまいなさい。おいお前、私の幼なじみに何してんだ。何を急に割り込んできて、あなたこそ何なの？そんなことどうだっていい。お前が誰だか知らないけど、ひまりに喧嘩ふっかけるって言うなら私が相手だ。ひまり、大丈夫か？なんだって。はあ、まったくほんとバカバカしいわ。勝手に勘違いして熱くなる前に目の前の人間をちゃんと見たら。あなたたち、じゃあ私はつまらないからもう行くわ。目の前の。それは私だって同じだ。今日ずっとひまりのことを探してた。どうしても伝えたいことがあったから。頼む。私のそばからいなくならないでくれ。瀬田先輩じゃなくて、私にお前のことを守らせてくれ。だって、お前が今日一緒に桜の木を見に行くのって、瀬田先輩だろ？そうじゃなかったのか？なんだよ、私の勘違いだったんだな。今のままじゃダメなんだな。私も正直言うとずっと強がってた。それに瀬田先輩のことがなければ、ひまりはなんだかんだ一緒にいてくれると思い込んでたんだ。悪い甘え方だよな。それじゃあダメだよな。約束するよひまり。私がひまりを幸せにしてみせる。満開の桜の木の下、私はあなたと。これは私にとって嘘のような4月のある一日の話。強がりで素直じゃなくて、でも最高にかっこいい私の幼なじみ。きっとこの日のことは2人でラーメンを食べるたびに思い出すかも。